真珠の小箱は毎日放送制作近畿日本鉄道提供で1959年3月6日から2004年3月27日まで45年間放送された教養系気構番組番組制作は後に MBS グループとなった放送映画制作所全放送時間のうち30%を教養番組とする準教育局として1959年に テレビ放送免許を受けた MBS が共用番組の一つとしてスタート。スポンサーである近鉄の沿線を中心に近畿地方の文化、風土、歴史を専門家や芸能人、文化人がリポートするというものだった。番組タイトルは近鉄沿線である伊勢島地方が真珠の産地であることから命名されたともされている。奈良県と三重県がこの番組で多く取り上げられた。 また、本編の最後に、近鉄の路線図が示され、アニメーションでなぞることで、番組内で紹介された場所への行き方が紹介された。なお二度だけ、韓国、スペインと海外を取り上げたことがある。大事は、書道家の坂木爆山が手掛け、番組放送開始当初から、詩人の足立健一が構成を務めた。また、テーマ音楽は、拓孝二が作曲した。 ナレーターは長きにわたり MBS アナウンサーの吉田智子が担当したが、1990年後半頃から最終回までは主に平松国を加藤康弘、亀井望高井美紀、西安氏、柏木博之ら MBS のアナウンサーが持ち回りで担当した。撮影は一箇所につき着日を要し、取材カメラには、 当時のオリンピックなどで導入されたばかりの振動防止技術が使われた。単純に観光地を見るのではなく、地元の人との会話を中心とするため、あまり観光客が行かないような場所を中心に撮影が行われることが多かった。また前日のように、1985年頃から2001年までは、MBS のアナウンサーなどが聞き手役として出演していたこともあった。 この番組は、東海道、山陽新幹線沿線の JNN 系列各局を中心にネットしていたため、オープニングのカウキャッチャーとエンディングに流れた近鉄の CM も、自社の沿線である関西、中京地区以外のネット局向けには、奈良山和市、伊勢島へ、新幹線と近鉄特急でと案内していた。加えて、ネット局のあった都市の新幹線の駅付近には、奈良山戸市、 伊勢島へ、近鉄特急、新幹線京都駅、名古屋駅で連絡の屋外広告が設置されていた。2000年3月、SBS RSK RCC、RKB の4局は編成上の理由などで打ち切りとなった。関東地方では、1961年7月から、こちらも教育局であったネットテレビで放送されていたが、 超年展開消によるネットチェンジに伴い1975年4月から TBS に移行。しかし TBS でも2002年3月、やはり編成上の理由で関東でのネットを終了した。そして近鉄がリストラの一環で宣伝、文化活動の見直しを表明。その煽りでスポンサーを降板し、 加えて、MBS の改変期に伴う、番組放送時間枠と編成の見直しの移行も、あって、2004年3月27日放送の30分スペシャル、心のふるさとを訪ねて思って、テレビ早送期の時代から続いた長寿テレビ番組は、放送を45年、通算2314回で幕を下ろした。その後2007年7月から、放送番組センターの配給番組として、 真珠の小箱、奈良山和寺尾行くのタイトルで、配給用に再編集されて、全国の民放テレビ局で再放送されている。3テレビでは、上記の真珠の小箱、奈良山和寺尾行くが過去に放送されたことに加え、2009年度には、近鉄の提供扱いで、日曜午前6時から30分間に本立てとして、阪神南波線開通記念として、同番組の再放送が行われた。 本編最後の近鉄の路線図についても、阪神南波線が反映された形で示され、番組内で紹介された場所への行き方が紹介されていた。合わせて、現在も発売されている伊勢、鳥羽、島スーパーパスポート回りゃんせの紹介もされていた。配給表示は、放送番組センターで、制作は MBS 放送映画制作所となっていた。ありがとうございます。